はい、今日も6000m 走っています。酸素の濃度はすでに61、まあ、入ったばっかです。 6000m です。これからですね、またトレーニングを続けるんですけど、まあやっぱり 6000m 入るとすぐドーンってきますね。不自由な時に書く。もともと書いてあります。不自由調査他に記録を書いておこうと思います。現在6点です。6点。眠くなってくる。6000。6000は。もうすぐ38で動くと。やべ。失ったな。20まで行ってる。19だって。18、17。18。16だよ、もう16。19。進めね。全然進めない。これ山だったら全く進めてないよ。今足、あ、もうすぐ戻った。すぐ戻りましたよ。なんかあんなに15ぐらいになってたのに、これ一応今15ぐらいから一気に酸素が入ったんで頭が痛いですね。やっぱそういう感じなんですかね、この頭の痛さっていうのは。一気に血流が来るから頭が痛くなるんですかね。うわ、また来た。そうですね、今98ですもんね。ガンガン入ってる酸素が。ふぅ、今日は寝てた時14、寝てたっていうか落ちた時14、歴代ナンバーワンぐらいかもしれない。不自由帳になんか書かないと。今日か、今日何日でしたっけ。11月12、14。ちょっと待って。上が脈拍で、下が酸素飽和度で。ああ、Bluetooth で飛ぶ。これ、はい、その記録も取れるんですか。記録をピッてやるじゃないですか。ピッてやって、で測定終了するとこんな感じで。レバーを食べないといけないんで、レバーを。ありがとうございました。これは今日売れたメガネ、テオです。本当に頭がクラクラですよ。さっきの今日の午前の1時間半で頭が全然働かない。仕事になんないぐらい働かないです。今は新宿で、はい、今フィッティングをしてもらってます。フィッティングをしてもらってます。いいっすね。ネジ超ゆるゆるだし。一度外で修行した。そしてこれからお店を出す。前途洋々の若者にフィッティングをしてもらってます。本来これもうちょっと広げて鼻をつけるとこのぐらいなんですけどね。まあいいでしょう。コンビニで売ってるの？これ何？普通のタバコ？どんなんでもいいの？あ、これはそれ用なの？専用タバコ。確かに形状が全然違います。
え、周りに煙は出なくて味は同じ？味はちょっと違いますけどね。でも慣れたらすいません、ニコチン摂取するだけみたいな。なるほど。火つけて燃やすんじゃなくて、うん、加熱して温めるんですよ。ああ、蒸すみたいな感じ？蒸す蒸す、まあそんな感じ。すごいね。あ、そんな時代があるんだ。はあ。あの今クーポン発行してて、そうすると6000円引きになるから3000円。蒸してまた充電して、蒸してまた充電して。すげえな。昨日客さん聞いたよ。6分ぐらい充電しなきゃいけない。6分？じゃあこれはもう充電しなきゃ。それも充電しない。でも大体1箱分ぐらい。1回吸ったら1回充電6分間ちょっと焼きにこういう感じで充電するみたいで、吸い終わったのはこれ、ニコチンがここから吸ってないから茶色くなんないで、ゴミ箱には普通に捨てられるみたいです。今日はお祝いです。今日はお祝いです。お祝いです。これから独立してお店をやっていくということで、おごっていただいてます。おごってなんかね、あのお店が儲かるんだったらここでいいんですけど。いやいやいや。